こんにちは、南知多町観光釣り大使岩月大地です。見てください、僕シャツ1枚です。あったかいんですよ。今日なんと1月27日なんですけど、ビニールハウスで風もないです。見てください、これ続く緑と、そして赤い宝石のような真っ赤なイチゴ、大きいですね。ここ南知多の冬から春にかけて人気のレジャースポット、ファミリーでもカップルでも大変おすすめないちご狩り。南知多には4カ所いちご狩りのスポットがあって、今から紹介していきたいと思います。どうぞご覧になってください。さあ、いちご狩り始めますか。何よりもめっちゃ広いんですけどあれ貸し切り、あ、向こうにカップルやっぱり見えますね。土日は予約でいっぱいみたいです。すごいですね。もうよりどり緑すぎてどのいちごにしようか迷っちゃうんですけど、どれにしようかな。わ、すごいの見つけましたわ。見てください、これツヤが大きい、真っ赤ですね。重いです。これさっき管理人さんに取り方を教わったんですけど、こうやってまっすぐ引っ張っちゃうと茎ごと取れちゃう可能性があるんで、ドアをひねるようにパキッ、力入れずに綺麗に取れました。いただきます。それ白い持ってるの何ですか？練乳なんですよ。練乳南知多4カ所あるいちご狩り全部無料らしいです。素敵なサービスですね。食べちゃっていいですか？重い。いやー、すごいツヤだ。いただきます。ジューシー、甘いぞ。果汁がすごいです。もういちごとは全然違いますね。もうジュワって果汁がきて、甘みがうわーって、もう全然すごい甘いです。皮が柔らかいのかな、これは普通のいちごより。秋姫っていう品種なんですけど、これ南知多はやっぱりいちご狩り秋姫が主流で、品種としては皮が柔らかくて甘みが強いのが特徴ということで、なんとですね、秋姫なかなか市場には出回らないということで、さっき感じた多分皮の柔らかさが多分出荷する時には向いてない。ただ甘みはもうピカイチのいちごなんで、もう一個食べていいですか？いやー、うわ、またもうすぐ隣にこれ、こうやってパキッと、あれいきます。パキッ、あ、綺麗に取れました。これすごい赤いですね。ねえ、めっちゃ売れてますね。これ僕説なんですけど、いちごはこっち向きに食べるとここが一番甘いんで美味しいんですよ。うん、あ、これすごい、もう砂糖につけたぐらい甘いです本当に。練乳いらないかもって言ってた意味が分かりますね、管理人さんが。もうものすごい甘いし、何より見渡す限りいちごなんで食べ放題ですよね、いちご狩りって。食べ過ぎちゃいますね、これ。どんどん食べていきたいと思います。すごい、いちご狩り楽しい。大きい、またこれさっきよりも大きいんじゃないですか、これすごい。ちょっと練乳いってみますか。練乳いただきます。うん、美味しい。またこの練乳の甘みといちごの酸味がぴったりですね。うまい。いちご狩り最高っすこっちも、ほら、もう右にも左にもいちごっす右にも左にもこれも大きいな。大きいいちごって甘くないと思われがちですけど、めちゃめちゃ甘いです。なんか普通に買ういちごより本当になんか赤みが強いですよね。はい、ツヤとやっぱ皮があと新鮮というか、まあそれ新鮮ですよね、もぎたてですからね皮がピチピチで本当に美味しい。いただきます。さっきの大地君説のいちごの付け根の方から食べると美味しいっていうやつは、こんな大きいいちごは多分女性と子供は無理だと思うんですけどまあそれはやっぱりサイズを選んでいただいて頑張ってみるしかないです。はい、なんでこっちから食べると美味しいかっていうと、こっちが甘いっていう説明をさっきしたんですけど、下の先の方が人間味覚が敏感なんで、敏感なところに甘みが強いところが来るんで、なお甘いっていう説なんですけど、これはどうなんでしょうかね。僕説なんでなんとも。いただきます。ここ実は僕高校生の時に来たことがあるんですよ。その時に多分これを見て、もしかしたら覚えてたのかもしれません。いやー、懐かしいですね。ここでもいちご食べたいと思います。いってきます。いやー、いちごちゃん、今日はごちそうさまでした。いっぱい食べちゃいました。本当にここの南知多のいちご、甘くて美味しいんですよ。普段スーパーで食べるいちごって甘みと酸味のバランスがとっても良くて美味しいと思うんですけど、やっぱりここ南知多に直接来て自分の手で取る楽しさ、そしてこのいちごの甘さとジューシーさ、皮の柔らかさ、これはすごいですね。この秋姫という品種なんですけど、やっぱり皮が柔らかいことによってなかなか市場には出回らないということで、ここ南知多でしか味わえないこのいちごの魅力、これからまだまだ5月下旬まで楽しめるので、ぜひ皆さんにも足を運んでいただきたいと思います。